こんにちは。こんにちは。今日は宮崎観光ホテルのスモモという、パン屋さんの何ですかね、テーブルのところでパンを食べながらね動画を撮ってます。今日はあいにくの天気ですけど、恵みの雨ですね。そうですね、特別にとっても恵みの雨なので。そしてね、鳥がさっきからちょこちょこと、ね、遊びに来てました。遊びに来てますね。ともこさんの話聞きに来てるように。いやいや、じっとしてましたね、さっき二人で話してたらね、じっと聞き入ってたという。ともこさんとその、久しぶりにまた会ったんですけど、その間に私も変わったことといえば、やっぱりそのこれからの生き方を、もう私とか昭和がびっしりこびりついてるから、みんな遅い昭和生まれだから、180度自分がやってないことをやろうと思ってるんですね。これがこびりついててですね、それを癖と皆さんは言うんですけど、でも癖とか言うのは気づいたら直せますもんね。そうなんですよ、意識したらもう気づいたら直せる。そうそう、でも寄ってくるよね、またね、前の考えがもう ね、お風呂で例えば、先にね、ひとかけしてお風呂に入るっていうのを長年やってると、違うやり方でやるとでも、ついやっちゃうみたいな。そう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 、それあります、ね、それと一緒で、なんだろう、これからの生き方は、本当個々を一人ずつ輝かせる生き方で、そうですね、私なんかこうしなければならないっていうのは強いんですよね。いや、もうたくさん皆さん、こうしなければならないのを心強く、朝は早く来て、ちゃんと仕事をやらないといけないとか、何時まではきちんと仕事をやって、それから帰るっていう、ただこれを友人にね、それって何のためって聞かれた時に、あら誰のためって言われた時に、あれって答えられなかったんですよね。まあ、お客様のためとか、一応営業時間を当てにしてもらうっていう、明確にね、信頼関係につながるからって言ったけど、ずっと質問してもらうと答えが出なかったんですよ。ただお店ってやっぱり安心感っていうもの、ここに来たら何時から空いてるっていうものがあるから、そういう意味でもその時間をこうやって決めてっていうことだったと思うよ、ね、その考えはね、ただこうしなければならないと思うことは、なんかすごく、スタッフをねコントロールしたくなる自分がいて、自分はそのコントロールされてると思った時に、もう嫌だってって思ってきたんですよ。だから思ってきてるのに、やっぱそうやって育てられた、親じゃなくて仕事も、ね、まあそうですね、もう社会がそうだったから。だからサラリーマンもちゃんと8時から何時までとか決まってたのをずらしていいですとか、あったじゃないですか、ずっと今までも、コロナの前からもやっぱり自分の人たちのね、会社の出る出勤を朝を遅くしてこうずらして会社を帰る、帰るのをちょっとずらしていくっていうやり方をするってパターンもあるし、いろいろ変わってはきていたんですよね、コロナの前から。こうじゃないといけないと思うと、いつもよりもなんか重たい自分がいるっていうか、本当の自分じゃないですよね、重たいのはね。そうなんですよね、もっとぴょんぴょんね、そしてその軽いその波動っていうか周波数の中で、同じ周波数の方がお客様として来てくれるって思ってるのに、こうしないといけない。まあこのね間で一旦手放してはみたんですけど、なんでしょうね、自分が、まあ人がアドバイスいろいろ、私もそうだけど人にアドバイスをするけど、結局のところ自分がどうしたいかが絶対一番だから、結局のところちゃんと決めたいんだったら決めたいっていう、でもそれが自分にとってはいいんだと思うんだったらそれでいいわけで、これをまた試行錯誤して、まあ曜日によって時間を変えるとか、何曜日と何曜日は何時です、午後からですとか、そういうのが明確であれば、またお客さんの方も
分かりやすいですよね。1ヶ月のスケジュールっていうのも決めて、それをお知らせでしたら貼っておくとかでもいいし、こういうスタイルとか自分がどうしたいかですね。どうしたいかがやっぱ自分ですよね。経営者が一番ですよね、やっぱりね、決めるのは。そうですね、自分がどうしなければならないかって考えてるから、しなければならないとしたいは違いますもんね。そうなんですよね、そこがね、そしてなんか自分が、こんなわがままだったとか、自分はこんな風にしたかったとか、もうびっくりするようなことに気づくんですよね、それはでもその時の自分だから、そうです、ね、それも良しとして、それこそ反省もいらないとか、自分を責めることも一切いらないと。そうなんです、じゃあこれからどうしていこうかなと、これからの流れをどうしましょうかねっていうのをお試し期間とかって自分がすればいいですよね。そうですね、そういう風に、やってみようと思ってやり始めたことがあって、そうか、それをまた変更することもできるし、そうですよね、できるそうですよね、様子を見ながらねどこかだからなんか、アドバイスをしたとしても、私がアドバイスをしたとしても、それをそうなんだって固く受け入れてもらうのも私も嫌なんですよ、お友達たちにもこういうね、こうやってさせてもらう、そうかって、それでもいいけど私はこんな案があるんだけどどう思うみたいな感じで受け入れてもらった方が、一番は本人がいいスタイルが一番いいわけだから、それも私としては嬉しいわけで、伝える側も、私の言うこと聞いてじゃなくって、ある程度のこう柔軟性があって、でも本当は私が今言ってるのは、結局みんな気持ちが上がるとか、エネルギーを上げるとか、今からエネルギーの時代なので、その周波数とか波動とかエネルギーって言い方するんだけど、上がってた方がそれこそ、ハイヤーセルフとか、もう一人の自分ですよね、愛のソロのようなハイヤーセルフとか、自分たちは神の分身とも言いますよ。でもその本当に大元の神とのつながりも、エネルギー高い方が結局キャッチするっていうつながりを持ってるって形になるので、そういうどうしてエネルギーが高くあった方がいいかっていう理由はちょっと言いますよ ね、ただ単に上がってっていうわけじゃなくてね、まして地球が、不思議な話だけど、この地球っていう精霊が女神らしい、そうですよね、女神で、その私は今回も次元を上げていくんだって決めたんですよね。今までは地球を私たちは輪廻転生で選んできたのは、ネガティブな体験もそれもしたくてきたので地球を選んできたんだけど、今度は地球がもうそれはおしまい、エネルギー上げていきますっていうのを決めたので、それの波動に合った自分になっていった方がいろんなことで強調しやすいっていうことですよね。だからそれでエネルギー上げるんだったら、あなたらしく生きるとか、あなたが気持ちよく生きるっていうのはどういう方法がいいのって、で経営者だったら経営者のとか、上司だったら上司のそのエネルギーの世界じゃないです、大体が、でお店だったらお店のそこのお店の店長さんとかいろんな方の雰囲気になるじゃないですか。前スナックでお店をしてるお友達がいて、そこのお店がの人が変わったんですよ。すると電気照明の明かり一つで変わるんですよね。やっぱそれだけでも全然雰囲気が、そうですね、そこのママさんで全然違った、同じお店の中でも、それだけその一番トップの方のやってる、エネルギーの影響はすごいですよね。その人がイライラとか暗かったり硬かったり重たかったら、そのエネルギーの本当は癒しの場所、お店って癒しの場所だから、どんなお店でも、だから一番やっぱトップの方が楽しんでるとか軽くなってる、それが一番大切ですよねと思いますね。そうですね、なぜその高い、波動とかエネルギーがいいのかっていうことを踏み落とせると、やっぱりね、それをやりたい、そうで、自分だけじゃないんですもんね、自分が影響させるんですもんね、周りに、家族にも、結局地球にも影響するっていうことなんですよね。地球イコール宇宙にも影響することになるから、だから私としてはあなた一人の問題じゃなくって、実は地球の問題に携わってるって私はもう明確に、すごいことしてるんですよって、確かにあなたのエネルギーはみたいなこと言ってます。
それをみんなが気づけば、うん、もう地球なんてすごいことになりますよね。いやもう早くいろんなことがもうちゃっちゃちゃっちゃ上がってる、いくだろうし、今の世の中でいろいろ大変なことが起こってるけど、大変なこともエネルギー上げるためのステップアップのための現象だから、みんながいろんなことを今気づいてるってことですよね。そうです、だから一人一人の問題なんですよ。なるほど、捉え方、生き方じゃないですか、ね、それぞれの世界じゃないですか、うん、確かに、うん、自分らしく生きることは伸び伸びできますしね、うん、そうよ。じゃあ、ね、ちょっとともこさんへと後半はまた、うんうんね、次の作で、そうですね、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。